奥村さんのような男らしいマインドの鍛錬方法を教えてください。中村店舗をインプットしてナンパでアウトプットするです。おお、シンプル、簡潔。もっと広げた方が良かったかもしれんな。まあ、確かに、なんか、奥村といえばっていうと、やっぱり中村店舗っていうのと、ナンパっていうのがある。あって、やっぱ中村店舗読むと思うんですけど、皆さんね。で、実践もすると思うんですけど。で、やっぱ中村店舗もむちゃくちゃ言うてますけど、むちゃくちゃ実践してないね。3年から5年ぐらい。で、実践しまくる機会、それはもちろん別に24時間体制で実践できるんですけど、普通に生きててね。よりナンパやと無理やり実践する。分かりやすい状況を作りやすいっていうのがあって、そのメンタル的に、要は、振られたり、無視されたりとか、きつい言葉を見せられたりっていう、その感情が揺れ動きやすい状況に無理やり持っていけるっていうので、すごい無理やり練習しまくれるっていうのがあるんで、早まると思います。確かに、だから奥村を昔から知ってるやつの一人として、そう、見たときに、まあ確かにナンパやなって思う。奥村の変化というか、まあその鍛錬になってた、そのフィールドワークというか、って言ったら、別にナンパ以外もこういろんなことやってる中で、なんか何が一番そのメンタル的な変化に、なんかと関係してるのかなって言った時に、まあそれナンパやろなっていうのは思う。で、じゃあ、ナンパなんでしょうね。いや、まあね、別にナンパとかもやってなかった、そんなにむちゃくちゃメンタルを問われるときってそんなのないもんね。だから練習も生きててないからな、別に。なんそんか、なメンやつ、タルが求められる。感情を揺さぶられるような出来事が日々連発してますみたいな、ね、状況で生きてる、そんなにいないと思うんだよね。確かに、その人間関係的なシーンにおいてのメンタルで求められるメンタルみたいなのはね、別にないそんもんね。な揺さぶられないですよね、あんまりね。普段別にだって、まあ、なんていうかな、顔見知った人とコミュニケーション取ってみたいなのが普通に生きてたそうなわけでさ。で、たまに新しい人と出会うみたいなもんやん。だからやっぱ別に結局そこの試行回数よね。いい人たちやから、そのなんかすごい負荷かかるとかじゃないもんね。だから別にそれこそ試行回数が、なんていうかな、多い少ないなんかなっていうのは単純に思うけどね。だから別に普通に生きてても多分寿命がなんか2000年とか3000年とかあれば、多分人間関係のにおけるメンタルとかも最強になるんやろうなと思う、誰でも。やけど、じゃあ、まあ寿命限られてる中で、どんだけその試行回数っていうのをギュッと圧縮するかって言った時に、一番圧縮されてる競技って、まあ、ストリートナンパなんやろなっていう。だからそりゃ、それだけメンタル鍛えられるなっていう。すごいですよ。ようその顔で声が出てきたなとか言われますからね。てまうでな。かまいたちの山内ってね、なんか、言うもんね。かまいたちの山内に似てるってね、よう言われてたんで。でも、よく山内ちょうどめっちゃおもろいからよかったと思って。いや、確かに。濱家よりは良かった。え